中坊温泉は、長野県安曇野市にある温泉。江戸時代から続く、老舗の温泉宿である。日本百名湯。工場計算を呼び、経過は、国の天然記念物に指定。本館菊など建造物7棟は、国の登録有形文化財に登録されている。飛騨山脈表銀座、津柱岳への登山口としても知られる。中部山岳国立公園内に位置する。 日帰り客向け、湯原の湯前。登山口への同標には、中部山岳国立公園の表示も見える。安曇野の平地部、穂高温泉から、長野県道327号やりがたけや村線を、登った先にある旅館が中房温泉である。標高1462メートル。この辺りは中房側に沿って約1キロメートルにわたり、温泉が豊富に流出する場所となっており、 摂氏95度にも達する高い線温を持つ。夏は、登山基地として、日田山脈標銀座、津ば黒岳へと向かう登山客や家族連れで賑わう。秋は厨房渓谷を彩る紅葉が美しい。冬は雪に閉ざされる。なお、厨房温泉にほど近い国民宿舎、有明層、麓の穂高温泉は別の源泉を利用した、厨房温泉とは異なる温泉である。 つばく岳を天正岳中房温泉有明層、有明山中部佐川穂高温泉尺投げの湯穂高駅、有明駅安住追分駅当地に伝わる、銀式八面大王伝説に、温泉への言及が見られる。平安時代、坂の上の田村麻呂の統制にまつわる物語であり、当地に温泉が存在するという事実は、古くから知られていた。現在の中房温泉旅館の始まりは、 江戸時代、文政四年のことである。品の国松本藩の命を受けた、桃瀬茂八郎が、明板の採取と合わせて湯小屋を営み始めた。明板は木糸に光沢を持たせるために用いられており、明治初めまで採取が続けられていたが、明治四年以降は休止して、温泉業に専念するようになった。大正時代になると六代目、当主、桃瀬未松が、政治。 実業界で活躍を見せている。温泉地内に広々としたプールやテニスコートを設置したほか、飛騨山脈に山小屋を多数設置して、一大リゾート地へと発展させるという壮大な構想も練っていた。王子の建物は現在も利用されており、本館菊をはじめとする建造物7棟が国の登録有形文化財に登録されている。 2006年には、日帰り入浴客向けに、湯原の湯がオープンした。建物は、本館、新館があり、客室は合わせて50室、すべては室で、収容人数は150人。食事は本館に限っては食堂においてのみ可能。新館では、食事どころ以外にも部屋食が可能である。営業期間は、おおむね4月下旬から11月下旬まで。 チェックインは15時から、門限は23時、チェックアウトは10時である。団体、ペットを連れての利用は、不可となっている。白滝の湯湯原の湯源泉は36箇所。摂氏90度という高温の源泉を用いるため、適温まで冷却して浴うに供している。冷却には、空冷、水冷を併用しているが、加水はしていない。また、顔温や循環。 着色、塩素消毒は行わず、厳選かけ流し100%を歌う。浴槽の清掃は、毎日、全、水を換水して実施している。湯原の湯は、日帰り入浴専用で、利用時間は9時30分から16時まで。各浴槽の概要は、下記の通り。電源周波数の境界長野県の電気は、原則6 0ルツで供給されるが、当地は、 例外的に5 0ルツで供給される。摂生ヒュッテ、静学ヒュッテ、中房温泉本館菊など建造物7棟は、2011年7月25日付で、国の登録有形文化財に登録されている。中房温泉の工場計算を呼び、経過は、1928年10月4日付で、国の天然記念物に指定されている。街中から、穂高温泉、 有明層を経て、中央温泉までの間を往復する路線バス。4月下旬から11月半ばにかけて、地元のタクシー会社である南安タクシー、安住観光タクシーの2社が共同で運行している。2018年の運行ルートは、下記の通り。中央温泉へ至るバス路線はかつて有明駅を起点として運行されていたが、1987年から、 特急列車との接続が良い穂高駅に起点が変更された。公式ウェブサイトによる、中坊温泉では、中坊温泉の名称を商標登録し、中坊温泉に便乗した広告、宣伝活動がなされないよう目を光らせている。こうした不適切な表示は、顧客の混乱を招くものであるとして、時に訴訟へと発展。2006年3月、それまで、 安住野市は、厨房温泉号と銘打って観光 PR を行っていたが、厨房温泉からの訴えにより、厨房温泉号の使用を取りやめることで和解した。環境省の国民保養温泉地登録に関しても、かつて、厨房、穂高温泉とされていたものが、2016年5月20日現在は、有明、穂高温泉へと変更されている。厨房温泉は、 そもそもの経緯として、旧穂高町の申請で、長野県と環境省に申請され許可されたものとした、上で、中房温泉は、国民保養温泉地に認定されていませんと、明言している。中房温泉にほど近い有明層や、麓にある、穂高温泉は、中房温泉と同様に、中房渓谷にある源泉を利用し、抑揚に供している。 ホタカ温泉一帯に温泉を供給している。ホタカ温泉供給株式会社では、供給する温泉水を、厨房地席から引頭をあるいは、厨房渓谷から引をしているものであると説明し、厨房温泉と混同しないよう、顧客に対し注意を呼びかけている。ありがとうございます。